言葉にすることも大事だと思うんですけど、まあそこら辺のその差し加減っていうのはね、うん、だからここはやっぱりそのまあ運営者側からして思いますし。コーチも逆にあこの人が遅れてきてこのお客さんめっちゃ怒ってるとかね、うわーとかね心の中で思いながらまあ90分80分60分ねいろんなレッスンあるじゃないですか。でそのコーチのそのレッスンの時間外にコーチを引き止めて長々と話します。 きっ楽しくできるののかなっていうのは、ねはいうねは4つ目、ですねちょっとやつ合いになってきましたけど、まあ、あとあのお客さん同士のアドバイス、もうこれは本当に困る、でコーチに番号の人を追いかけてくださいねって、前の人を見ればっ追っかけられるじゃないですか、なのに何回もこう間違えるっていうのは、うんまあ、ちょっとね、あのー、よくないと思うし、間違ったときは教えてくれたし、ありがとう。えー コーチが困るお客さんの行動ベスト 5! はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。はい、えー、今回もよろしくお願いいたします。まあまあ、今回もなんですけどね、今回もあのー、ご要望いただきまして、コーチ、これされた時はどうなのこれされた時はどうなので、これに対してはどう思いますかって言ったですね、えー、ご質問ありがとうございます。 といった形で、えー、ベスト5とかワースト5なのか,かな、えー、お話しさせてあげたいと思います。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、えー、まずね、一、えー、つ目。一、まあ、つ目はですね、時間外労働。はい、これどういうことかというとですね、その、まあ90分、80分、60分、ね、いろんなレッスンあるじゃないですか。で、そのコーチの、そのレッスンの時間外にコーチを引き止めて、長々と話してす これ結構、まあ、いわゆる専門的なものじゃないですか。で、まあ、スポーツのインストラクターって割とこれが、あのー、時間外のフィーが発生しなかったりとか、なんかこう、なんとなくこう、漠然とですね、えー、接客といった一環でされてるんですけれども、この同等のサービスを受けてる場合、例えば10人、14人のクラスがいたときに、毎回同じお客さんが同じコーチを引き止めて、えー 生産性のないというか、まあそういうこう、よもやま話をこうしてしまうとか、そうなってきた場合に、他のお客さんの、こう、心象が悪くなったりとか、コーチもやっぱ休みたいけど声かけられたら喋らないとダメだとかね。やっぱりあとは、やっぱり、 気にかけるわけですよ。あのー、他のお客さん、この人なんか喋りかけたかったらちょっと自分がれしたけど、この人に捕まっちゃって、いや、とかね。うん。で、やっぱり、あとは、その若いコーチとかね、特にね、まあ、おし、おし、あの、先輩コーチがお叱り受けたりもするんですけども、結局、で、その話の後に、なプライベートレッスンがね、えー、入るとか、ね、えー、それこそラケットを購入ガットとかね、こう、いろいろとそういうプラスになっていく分には、まあ、コーチも評価をされて、まあ、いいのかなと思うんですけども、でもやっぱ毎回同じね、やっぱり、 あのー、過去にありました。大きいスクールで。あのー、〇〇コーチのところの〇〇さんは、毎回、あのー、ま、あ素材実名を上げてないのでね、毎回同じお客さんとこ話してるんですけど、こっちもいろいろとアドバイス聞いたり話をしたいのに、えー、改善してください、みたいなね。 要望え、いただい、いただいたとかの聞いたことがありますから、まあだからそういう意味ではね、だって他の業種だったら、まあ心理カウンセラーだったりとか、まあ税理士さんだったりとか、まあそういうですね、こういろんなお仕事があるじゃないですか、それこそ飲み屋さん行ったところでもやっぱり追加料金ね、えー、時間追加になります。カラオケボックスでもそうじゃないですか、あの、追加になりますかいかがしますか,だかそれがないっていうのはね、スポーツインストラクターの業界多分多々あると思うんですよ。出会ったらプライベートレッスンでコーチをですね、えー、引き止めてそこでお話をし るるとととかかそここで気になることを聞くとかもちろんね、あの、レッスン内ではコーチはね、話すことね、大事だし、そのアドバイスすることも大事だと思うんですけど、まあ、そこらへんのその、 さじ加減っていうのはね、うん。だから、ここはやっぱり、その、まあ、運営者側からしてみたら、ね、えー、コーチのですね、労働時間外をね、あの、束縛されてる。え、それに対して何の対価も発生しないって言ったら、労働環境の問題にも、えー、つながりかねませんし、まあ、逆に言えばですね、まあ、コーチが喋りかけていってる分にはいいと思うんですよ。うん。若い時はもう必死になってね、このお客さんにちょっとよく見てもらおうとか思う気持ちも、 あると思います。自分自身も振り返ってみてね、ちょっと自分のこのお話でこうね、テニスのお話とか今日話せなかったかね、こう技術の話とかあったんですがその時もちろんお客さんがその時は断って、あ、ちょっと急いでるんだとかあ、ありがとうございます、みたいな感じ、うん。さらっと断って帰ってもいいと思うんですけど、だからそこら辺が結構ね、アバウトになってるから、うん、この時間の概念、時間外労働っていうのはね、結構テニスコーチ、うん、大変で、このお客さんでもなんか話引き止める割には何も、 あのし、してくれないじゃない,な,んないけどね。で、あと他のお客さんからもね、なんかあのコーチ、この人だけ弾きしてるみたいな目で見られたりするんで、そこは結構ね、うーんって難しいところなんですけど、まあ結構今回もね、そのコメントを寄せいただいて、こそ談を受けとき、ああ、なるほどなっていうのはありました。で、二つ目。二つ目ですね、遅刻。 で、遅刻するのはしょうがない。でも遅刻したのにローテーションの途中で入ってくるとか、玉出しの途中で、えー、いきなり入って列がおかしくなっちゃうとか、もうすでに来てるお客さんの迷惑になってしまうっていうことは、やっぱり避けるべきことだし、遅れてきたっていうことを認識してるんであれば、やっぱり同じ対価をね、受けてるお客さんに対して、うん、この、 マイナスな部分がね、あると良くないと思いますので、まあそういった意味ではですね、やはりこう遅刻してきた時は遅刻してきたなりのこのルールと気遣いっていうのは大事になってくるんじゃないかなっていうのは、えー、強く思いますし、だコーチも逆に、あ、この人が遅れてきてこのお客さんめっちゃ怒ってるとかね、うわーとかね、心の中で思いながら、えー、冷静を保ちろ、なんとかなんとかさん、なんとかですよ。 まあでもあの、本当にもうね、あの、お仕事とかでね、どうしてもレッスン行きたいっていうかでね、もう本当にもう、早くしてよ。 もう仕事終わりってなんでそれってなってね。も、ま、う、あ、それでひしこいてこう来てくださる方もいらっしゃるんですよ。でもまあそういうこととかはね。まあそういう、遅れて来られようが、ええー、まあオンタイム来られようが、割とこうそういうね、まあ節度を守ってないですけど、そうですね。だから遅れてくるのはいいんですけど、遅れてきた時のそのフォローですよね。自分自身のね、これ大事だと思います。ええ、三つ目。三つ目はコーチのアドバイス。で、コーチのアドバイス聞いて、あのー、実はやっちゃダメなことが二つあると思うんですよ。で、僕もまあ他のね、いろんなコーチも長い間に、 20年もさせていただいたけどスタッフルームでいろいろね、交わされるコーチの話を聞いてね。えバ、ー、ルバーはアドバイスしたけど、全く聞いてないんだけど、わかるって言って全然わかってないんだけど、これ、な、どうなのっていう。で、また次のアドバイスを持って、いや、でもそもそもそこができてないから、あのー、そっちには進めないし、これができてなかったらこっち行かないよね。うん。で、もう一個ステップ上がって、ね、えー、よかったかなと思うんだけど、まあ、あのー、あ、ある程度良くなってきたと思ったら、その矢先になんか、また、元の技術に戻ってしまう。 あれこれ覚えてるってなってくることはあるんですね。でそうするとコーチも「いや」であとはねあの安直に「あーコーチ言うてあそれすごいわかりますあなるほど」って。 理解しましたっていうこともあんま言わない方がいいと思う。多分、その、掘り下げていくと結構深いことを言ってたりして、ねえ、まあ、あの、若くてねで、若くてというか若いコーチも、まあ、ちゃんとした講師ももいますが、なんか、浅はかに適当にこう言ってる講師だった場合は、まあ、しょうがないんですけど、そういうコーチも基本的にアドバイスするってことは、やっぱ、それなりに自分の思いを伝えるってことは、えー していると思うので、うん。あとはね、逆にね、あの、いじけない。できない。あーもう全然できないです、全然、つって。うん、いやいや、まずやろうとしましょうっていうところは、うん、大事になってくるじゃないですか。まあ、やらないとね、うん。うん。まあ、言ってみて、やって聞かせてさせてみて、褒めてやらねば人は動かじっていうね。うん、ま、あそういうね、あのー、 言葉もありますしまあその時はコーチがねきちんとすあこれできましたねこれ良かったですねっていうのは伝えないと、えー、ダメだと思うんですけどもねはいだからここのアドバイスねうんあのー、結構ちゃんと掘り下げていただいてでも逆に言えばちゃんとやられてるお客さんあの人さちょっと軽く言ったのにずーっとやってくれてるよねってやっぱりあの人ばうまくなってほしいよねそうまくなるよねとかねそういう こう流れになっていくんでね。えー、ここのところもちょっと気をつけていくと楽しくで,できるのかなっていうのでね。<laughs> はい。えー、四つ目ですね。ちょっとやつぎ屋になってきましたけども、あとあのお客さん同士のアドバイスもこれは本当に困る。で、コーチによって、いや僕別にそんなにあんま禁気にしないタイプなんですけど、やっぱり、あのー、ある程度ね、あの、お客さんね、同士でされてると、やっぱり、あ、この人俺が言って、 て私が言ってんのに、このお客さんのアドバイス求めたりとか、このお客さんからアドバイスして、アドバイス求め、あの、聞いてんのかってああ、じゃあもうやっぱちょっと無理だな、じゃないですけども、まあなんか、あこう聞いてたらちょっとなんかもう、なんか耐えるというか、あこのレベルで見られてるんだなってなると思います。あのー、まあ僕はそんなキャリアがある方じゃないので、別にそこはまあそれはそれでいいもん持ってていいんじゃないのと思うけど、やっぱりね、うん。 なんか、うんまだそういうのは、ま、やめといた方がいいのが。あとはね、あの、まあ、つも同じ出てきますけどね、あの、アドバイスをした,がしたがるおっさん、おばさんみたいなね。まあ、そういう、なんでこっちは受け入れてないんだろうっていうのは、コーチはちゃんと見ているので、あこの人ね、ああってね、ひどかったら、あ、ちょっと、あの、アドバイスあの、しないでくださいかって、これ言われた時はもう結構 NG ですね、もう結構、もうギリギリのとこ来てるんで。だからこうやってお客さん同士のアドバイスでもまあは、サークルであろうが、そうグループであろうがそこのルールがあると思うねそのルールに従っていくのがいいと思いますね。ね、竜さんも大変だと思いますけど。 はい、最後ですね。最後は、まあ、感謝の気持ちというか、コミュニケーション。コミュニケーション能力が高くなくてもいいんです。えー、ありがとう、ごめんなさい。えー、失礼しますとか、えー、よろしくお願いしますとか、例えば、ローテーション分からなくて、教えてね、言っていただいたありがとうございます。当たり前よね。うん、うん。みたいな。えへ、ー、って、たまに、あの、長い間コーチやってると、よく見て、いや、お前それ大人としてダメだろって。 言いたくなるけど、まあそこら辺は、まあ逆にね、その、教えておいたお客さんにね、あ、すいません、つっ,って、なんかいろいろとフォローしててありがとうございますっていう話をね、えー、するぐらいですけども、そこね、あとローテーションを、えー、やるとき、やって、 一回二回間違える分には三回四回連続で間違える。で、で、コーチのローテーションが難しいとかしょうがないです。ただコーチのローテーションがシンプルで前の番号の人追いかけてくださいねんつ前の人を見れば追っかけられるじゃないですか。なのに何回もこう間違えるっていうのは、うん、まあちょっとね、あのー、良くないと思うし、間違った時は教えてくれた人にありがとうと、えー、言ってもらえるのが一番いいのかなっていう。うん、だからそのね、やっ コミュニケーションというか、まあ、人としてっていう部分でしょうね。まあ、そんな全員が全員仲いいわけじゃないじゃないですか。人なんて仲いいと思ってても絶対仲悪い人同士とか、ね、えー、なんかこう、 そんなすべてが合致するってことはないし、ただその限られたコミュニティテニスのレッスンをするっていう中で、まあ、ね、お互いこう同じ方向を向いてしっかり練習するっていうのは別にいいことだと思いますしね、試合とか出てもね、自分が好きな人ばっかと当たるわけではないから、そういう意味ではまあちょっとしたね、あのー、我慢も必要になってくると思いますけど、ね、えー、ちょっとでも思いやりがあれば楽しくできるのは間違いないと思いますね。こういうマインドですね。はい、えー、持ってやれるといいのかなと思います。はい。 といった形でですね。まあ、今回も、えー、なかなか面白いというかインタレスティングなですね、えー、ご質問、えー、いただきありがとうございます。といったことでですね、まあ、ちょっと気になるなと思った時に、多分ね、これめっちゃ気にした、あ、気にしちゃったと思った人は大丈夫だと思います。逆に何言ってんだろうって言った人の方が大体、あのー、罰だったりすることがあると思います。<laughs> はい、という方でね、今日もこれで終わりだと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。では、さよなら。